今回は、ジャンプ誌を変えた伝説漫画、武装錬金を紹介しよう。なんだかすごい肩書きね。ああ、詳しくは後で話すが、打ち切り漫画の仕組みを覆す出来事があったんだ。もはやこれは事件と言っても過言じゃないぜ。気になるわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。武装錬金は、2003年から2005年まで週刊少年ジャンプと赤丸ジャンプにて連載された、和月のぶひろ先生によるバトル漫画だ。和月先生って、あのるろうに剣心の作者よね？そうだぜ、るろ剣でおなじみの人気漫画で、アニメ化や実写化もされたな。失敗しがちの実写映画を成功させた数少ない作品って記憶してるわ。るろ剣の自作であるガンブレイズウエストは以前紹介しているから、よければ見てほしいぜ。さて武装錬金なんだが、こちらもアニメ化されたほか、ドラマ CD 化や小説化、ゲーム化されるなど、多くの関連商品が生み出されたんだ。すごいじゃない。全く打ち切り漫画の気配が感じられないけど、一体どんな内容だったの？ではストーリーを紹介していこう。本作の主人公、高校2年生の武藤和樹。ある夜、廃校場で怪物に襲われそうになっている少女を目撃する。とっさに助けようと少女を突き飛ばすんだが、代わりに自らの心臓を貫かれて命を落としてしまう。と思いきや、布団で目を覚ます。恐怖すぎる夢だと思いながら、翌日はお決まりのギリギリ遅刻。さらにカバンが学校指定のものじゃないと突っ込まれ、罰当番として放課後に草むしりを言い渡される。厳しい学校ね。その日のお昼、和樹の携帯に見知らぬ相手から、新しい命、大事に扱いなさい。という意味深なメールが届く。疑問に思いながらも、放課後の草むしりですっかり遅くなった和樹。ようやく終わり帰ろうとしたところに、今朝、罰当番を言い渡した三田先生が現れ、和樹のカバンを出す。和樹自身、どこでなくしたのか覚えてなかったんだが、それは昨夜、私の食事を邪魔した輩が落としたもの。というやいなや、みるみる化け物へと姿を変え襲ってくる。必死に逃げる和樹だが、そこに帰りが遅いことを心配した妹の真宙がやってくる。最悪なタイミング。巻き込まないよう化け物の足止めをしようと振り向いた瞬間、真宙が食べられてしまう。激怒した和樹は鉄パイプで殴りかかるんだが、全く歯が立たず、自身も追い詰められる。もうダメかと思われた瞬間、ある記憶が蘇る。そこには昨夜の夢で助けた少女がおり、君は死んだ。もう心臓が使い物にならない。と、昨夜の夢は現実だったことが判明する。そこで錬金術で生成された、核金という物質を心臓の代用として生命を維持していること。そしてもう一つ、核金が闘争本能によって武器を創造する力、武装錬金が備わっていると、ギリギリの状況でこの力が解放され、化け物を撃破する。そこに夢の中の少女、つむらときこが現れ、さっきの化け物は、ホムンクルスと呼ばれる錬金術の人造生命であること。彼女はホムンクルス殲滅や、核金の回収などを目的にしている組織の一員であることなどを知り、平凡な高校生活から一変、ホムンクルスたちとの壮絶な戦いに身を投じていくことになるんだ。熱血主人公に能力バトル、可愛いヒロインも揃った少年漫画の王道ね。まさしくな。では続いて本作の魅力を紹介していこう。魅力一つ目は個性豊かなキャラクターたちだ。武装錬金を語る上で外せないのが、ヒロインのつむらときこだぜ。和樹がホムンクルスとの戦いに身を投じるきっかけになった存在で、錬金戦団という組織の戦士だ。顔に横一文字の傷があるのが特徴で、口調はクールで負けず嫌い。和樹のボケをバッサリ切るあたりもグッドだぜ。息の合ったコンビみたいね。ヒロインといっても主人公に守ってもらうタイプではなく、単身で敵のアジトに乗り込み、腹渡をぶちまけろ。が決めセリフの強すぎるヒロインだ。ヒロインらしからぬセリフ、よきよ。最初は自分の実力も顧みず人を助けようとした和樹に対して、君に少し興味が湧いた。程度の感じなんだが、物語後半では、一心同体だ。というほどの関係性にまでなる。物語が進むにつれ、時子の心境が変化していく過程はニヤキュン必須だ。また終盤ではラブコメ的な一面も覗かせるぞ。強くてクールな女の子が見せるこの表情。控えめに言って最高かよ。その人気ぶりは凄まじく、人気投票では和樹を抑えて1位になったほどだ。主人公に勝っちまった。続いて紹介するのは超人パピヨンだ。本名は蝶の公爵だが、この見た目とパピヨンが強烈すぎて、本名を覚えてない人続出だ。すげえインパクト。
彼は人間型ホムンクルスで、こんななりだが IQ は驚異の230という天才で、本作のライバルポジだ。ライバルがこの見た目か。変態的な見た目とは裏腹に、目的のためなら他人の命を利用することも厭わない利己的な性格で、前編を通じて熱いバトルを繰り広げる。また敵同士でありながら、お互いの安否を確認し合うなど、立場を超えた関係性にグッとくるぞ。好敵手と書いて友と呼ぶパターンね。読者からも愛されるキャラで、人気投票ではなんと3位にランクインだ。めっちゃ愛されてるじゃない。ちなみに彼の高祖父はヒゲが蝶の形だ。血は争えないわ。続いてはキャプテンブラボーだ。本名は先森守るというんだが、キャプテンブラボーで逃走とする。理由は、その方がかっこいいからとのことだ。また子犬が出てきたわね。彼も錬金戦団の戦士なんだが、表向きはカズキの通う高校の寄宿舎で管理人をしている。カズキを戦士としてスカウトした師匠ポジションでもある人物だな。超人的な格闘能力を持ち、ブラボーの名を冠したいくつもの技を繰り出してくるのが特徴だ。厳しくも優しく、正義感に溢れた性格で、周囲の人からの尊敬も厚く、とにかくブラボーな人物だ。ポルナレフかよ。そんなキャプテンブラボーは、パピヨンと馬が合い、一緒にロッテリアに行くほどの仲だ。いや濃すぎる組み合わせ。ちなみに彼は人気投票で4位にランクインしているぞ。濃すぎるキャラのオンパレードよ。あと余談だが、ブラボーとパピヨンが常連になっているロッテリア。濃すぎる彼らを接客するアルバイト店員が、人気投票で11位にランクインしていたりする。ご苦労なさったはずよ。さて続いての魅力は主題歌だ。真っ赤な誓いというアニメ版で使用された主題歌なんだが、今風なアニソンって感じじゃなく、いかにもなぜアニメソングって曲なんだ。むしろ漫画は知らなくても、この曲は知ってるって人は多いと思うぞ。昔のアニソンって今みたいな洒落た感じじゃなくて、まさにド直球な歌が多かったわよね。そうだな、今聞くと逆に斬新にすら感じるぜ。みんなが好きなアニソンがあれば教えてほしいわ。ちなみに私はデジモンのバタフライが好きよ。私はシャーマンキングのオーバーソウルだな。さてそんなジャンプの王道設定にたくさんの人気キャラがいる武装錬金なんだが、残念ながら打ち切りを迎えてしまうんだ。理由はいくつか考えられるんだが、その一つは他作品のラインナップが強力すぎた点だ。この時期ってどんな作品が連載されていたんだっけ？ワンピースにナルトにハンターハンター、ブリーチにテニスの王子様とかだな。強力すぎる面々ね。だろ？そんな強力打線に押されてしまった感は否めない。他にはキャラが濃すぎる問題だ。さっき紹介したパピヨンなんかがいい例なんだが、濃すぎる個性で愛されキャラの反面。バトルやストーリーは面白かったけど、とにかく周囲のキャラが濃すぎな印象。と、ちょっと胸焼け気味な読者も少なからずいたんだ。強烈なインパクトだし、好き嫌いは分かれそうね。そんなこんなでアンケート結果が下がり、打ち切りになるんだが、ここで不思議な現象が起こる。それは単行本の売れ行きが好調なことだ。読者アンケートは良くないのに単行本は売れているってこと？そうだぜ。何それ？一体どうなってるの？これには単行本を買う層が関係していると言われている。この作品で大人気となったトキコやパピヨン、彼らはどちらかというと大人たちが好む要素が多いキャラクターなんだ。つまりコミックスを買い占めるのは大人たち。しかしジャンプのアンケートはわざわざ送らない。だからアンケート結果が良くなくても単行本が売れるという現象が起こったんだ。ちなみに単行本は300万部以上を記録しているぞ。すご。でも単行本が売れても打ち切りは避けられなかったのよね。ジャンプ本誌での連載は終わるんだが、続きを赤丸ジャンプで継続するという措置を取り、場所を移して無事に最後まで書かれたんだ。このことがきっかけで、単行本の売り上げがいい作品は足しで継続という流れができるぞ。まさに打ち切りシステムに一石を投じ、ジャンプ誌を変えた出来事というわけなんだ。そういう経緯があったのね。伝説漫画の何たがわぬ功績。ブラボー。和月先生自身、武装錬金は自分が書く最後の少年漫画と位置づけていたようで、少年漫画に求めていた全てを本作に組み込もうとしたらしい。最終的には月まで行ってバトルするというはっちゃけぶりだからな。ジャンプは定期的に宇宙空間が登場するわね。連載終了後の書き下ろしでは後日談が掲載されており、トキコが普通に学園生活を送る様子が描かれている。ツンデレトキコさん、エクセレント。武装錬金を知ってるって人は、ぜひコメントをしてくれると嬉しいぜ。お気に入りのキャラや、記憶に残った場面なんかも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。